1985年の西武ライオンズでは、1985年の西武ライオンズにおける動向をまとめる。1985年の西武ライオンズは、広岡達郎監督の4年目のシーズンであり、2年ぶり8度目のリーグ優勝を果たしたシーズンである。ベテラン選手が相次いで引退したことを受け、この年から広岡監督は、本格的に若手選手主体のチーム編成に着手。 それでも若手への刺激として、中日の田尾康氏を交換トレードで獲得し、また日本ハムの井上弘明も高知県任で西部に移籍。また、高知陣も一新され、一軍総合コーチには対談した森正彦に代わり黒江幸信が配置転換。広岡監督らの巨人時代の同僚である宮田幸則が投手コーチに、 阪急 OB の長池家徳氏が、打撃コーチにそれぞれ就任し、生え抜きの湯原春樹二軍打撃コーチが一軍、守備総類コーチに昇格した。チームは4月こそ近鉄に首位を譲ったが、5月以降は、秋山浩二、工藤君康、渡辺彦信などの活躍で一気に首位に浮上すると、最終的に2位のロッテに15ゲーム差をつけて2年ぶりに、リーグ優勝。 日本シリーズは21年ぶり優勝の阪神との対決となり、下馬評では、西部有利の声が多かった。しかしチームリーダーの石毛宏則が、金森久史と守備中に激突して、右膝を痛め、またエースの各体源が、右肩痛のために本シリーズで投げられないなど誤算が、続出。第4戦に勝って2勝2敗としたチームは、日本一を狙うべく、第5戦に、 若手の尾野和幸を先発させるも、斧野が最速で越され、後を受けた投手も打たれて敗戦。この敗戦で、阪神に流れが傾き、地元に戻った第六戦で、先発の高橋直樹が、長崎刑治に先制満塁本塁打を打たれると、後手後手に回り、最終的に2勝4敗で敗退。シリーズ終了後、広岡監督は勇退した。 1985年の西武ライオンズ在籍者中11名が、後に西武ライオンズをはじめとする各球団にて監督を歴任した。東尾治む、石毛博則、伊藤務、田尾康史、渡辺久信、秋山康二、大久保広島と、田辺徳夫、森重和、工藤君康、辻初美子である。ありがとうございます。